アルフレッド・ラクロワア,アルフレッド・ラクロワは、フランスの鉱物学者、岩石学者、火山学者である。ソーヌイコール・エイコール・ロワール県のマコンに生まれた。パリで地質学者の風景に学んで、風景の娘と結婚した。1896年に、パリ植物園の鉱物学の教授になり、1896年に、高等研究実習院の鉱物研究所の所長となった。 ラクロワの研究分野は特に火山活動に伴う日、ナリーワや変成作用の分野でピレネー山脈など世界各地の調査を行った。業績にはマダガスカル島の岩石に関する研究や西インド諸島のマルティニーク島のプレイ山の噴火活動を研究したラモンターニュペレイセイラップションスがあり、フランスとその植民地の鉱物やミシェル・レビト教著の多くの著書がある。 1904年に科学アカデミーの会員に選ばれ、1917年にロンドン地質学会からウォラストンメダル、1930年にアメリカ地質学会からペンローズメダルを受賞した。ありがとうございます。